はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキは最近あんまりね、見ないランプデッキですね。はい。やっぱランプ戦略は強いですよ。特に今ね、このドライアドいるんで、かなり優秀な土地を伸ばすカードなんで、さらにそこの後にヤシャーンとね、栽培者出していくとかなり伸びていくと、まあ、あとはリンクレックスやらベイロス、ブロントドンであったりコーマ、タラスク、まあ、ここら辺でね殴っていくっていうシンプルなデッキです。はい、もうサイズで推し勝つと。はい、まあ、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。さあドライアド出してターン終了。さあアタック、まあ混色銃で21。さあアタック、まあ盛り出すか。はい、さあレンジャークラス、まあもう早めにやっときましょうか。はい、森。さあ、アタック。さあ、平地を出して、ゴーマ。さあ緑ではこの展開きついんじゃないかな。さあカザンドゥのマンモス、さあ土地を出して、キッカー込みで10マナ4マナ5、6、7、8、9、9マナまではあるのか。次のターン一応いけるんだね。まあこのターンはやめとこう。さあ66一体でアタック。ターン終了。ん？土地出したよね。だから戻してはできないよね。まだこのターンは。次のターンだよね。ちょっとちゃんと覚えてないわ。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ、ターン終了。さあ、ムラーサの混色獣。2マナ23警戒でもなかなかいいですけど、タップで土地戻したり、タップで土地出したり、まあ基本だけですけど、できるというね。白タンがね、ちょっと止まるっていうのは面白いね。これはでも殴るか。殴るか。さあ、アタック。
それはクラリオンのスピリットでしょう。で、ヤシャン。お、スカイクレイブの亡霊。それはなかなか。しかしまあまあ、今んとここっちのペースではある。6マナ、次のターン7マナ。とりあえず66、速攻呪言。で、殴り続けてはいけるけど、ちょっとそれだけだときついか。ああ、なるほどね。そうきたか。66、こいつキッカーが3だからな。さあ、レンジャークラス。ターン終了。クリーチャーの方持ってくか。まあこれでスカイクレーブの亡霊来たらどうしようもないけど、ただ向こうもこれは殴りにくいよね。よしよしよし、それじゃあヤシャン。ターン終了。さあ白タンとどつき合い。次のターンでだいぶこっちも並べれるんじゃないかな。とりあえず2体は確定してるし、わあ、きっちり状況あるか。状況ありますか。ベイロスも先出しちゃうか、それとも数で押すか。ライフある間にベイロス出すか。6マナで出したとしてダメだな。土地出してからかな。土地出して数でいく。数でいった方がいい気もする。そうだね、一旦数でいこう。これでちょっとライブラリーをシャッフルして、クリーチャートップに来てほしいね。よしよし、来ましたね。土地を出して、さあヤシャン。さらにシャッフルする。さあレンジャークラス。さあそこそこのサイズが並び始めましたね。こうしない。まああと1体ベーロス出てしまえばもう相手どうしようもないんじゃないかな。ここで呪文縛りだけはやめてほしいけど。重々の呪言はなかなか向こうきついと思う。
サボレ。ヤシャーンが取られる。もう、コーマ来ましたが、じゃあコーマ優先かな。さあ、コーマ。こいつが5。こいつ一体殴ろうか。さあ、アタック。さあ、5、6。さあ、こいつが強い。3、3、強い。プライチカウンター乗ったとて。あんまり関係ないね。86でも関係ない。もうかなりもうやけくそきましたね。多分突破できんはず。ここブロックの一番強いのどこ？ここブロックの、ここブロック。さあ、破壊不能L。さあ、この5点が削れん。何マナ ?5 マナの6、7、8、9、10、11、12マナ。12マナ。9マナ。あとこいつもか。はい。まあ、1体でアタック。まあ、ボレー倒しましょうか。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、ドライヤード。結構微妙だな。そうなるとレンジャークラス。さあ、アタック。ターン終了。アタック。ドライアド。ターン終了。さあ、ドライアド1体生贄にしてどっち持っていきます。さあ、アタック。さあ、クワンドレックスの栽培者。
さあ島持ってきてターン終了。霜と火のなんだっけ戦い。さあアタック。さあここで土地止まってほしくないな。平地引いたら一気に伸びるんだけど、8マナまで伸びるからたらすく見えてくるんだけどね。おっとやられましたね。さあ検討か。さあ土地を引かないのがつらい。土地を引かないのがつらい。やっぱり事故としてはつらいのが土地を引かない。さあ来ましたね。これはありがたい。はい、ヤシャン。さあまだ一応コピーはできないと。まあ殴るか。さあアタック。消えゆく希望。はい。さあヤシャン。さあこれでアルンドの電気コピーいきますね。さあここからまだアルンドの電気があるかどうか。ここから続くようではちょっとしんどいね。ありそうですね。ああそっちか。であればどうする。レベル3にしとこう。そしてヤシャン。さあアルドの典型がトップになかった。さあここからですね。カウンターはあんのかな。まあ、とりあえず土地を出す。何もなければこれで終わりか。行きますか。はい、対戦ありがとうございました。
これはダメだね、マリガン。これでいいか。これでいいけど、コーマとりあえずどける。ボリンクレックス。ボリンクレックス。はい、オッケー。ターン終了。さあ、よろめっかい。さあ、基本地形引いてほしい。何でもいいんで。何でもいいから、基本地形。よし、引きましたね。とりあえず殴ります。アタック。はい、盛り出します。はい、ヤシャーン。さあ、次のターンボリンクレックスも殴っていけそうですね。普通に環境科学とか使ってくれれば。さあ、使ってきた。おお、またさらに重たいカード引きましたね。さあ、平地出す。はい、ボリンクレックス。さあ、アタック。9マナ、今、6マナ、7マナまではいける。タラスクはやっぱりなかなか重たいね、9マナは。消失のしく、なかなか強力な除去カード持ってますね。強いな。ガンガン除去ってきそう。7マナ、まだ届かん。実行、はい、森持ってきます。さあ、アタック。ターン終了。さあ、次のターン、タラスクいけますかね。誤報10はなかなか鬱陶しい。まあ、ただ向こう、雪上の結婚は入ってそうだね。一発殴って終わりっていう形だったらいいけど。まあ、でも雪上の結婚あると。お、これなんだ ?5 マナ33。バニ出た時。2以下のクリーチャーカード2体を場に戻す。ああ、なるほどね。はい、OK。2体。なかなか優秀ですね。まあ、でも さあ、フルパン。
パラスクで書くと、まあ、3点は通るか。次のターン、ベイロス殴りかかれたらいいんだけどな。雪上の結婚でやられるとちょっとブロッカーがいるからね。こいつトランプル持ってないのが厳しいね。まあ、雪上の結婚以外はあんまり怖くない。誤報が、誤報銃がまず払えんからね。もう呪言でいいやんっていう話やけど。もうロルスか。それだったらもう終わりか。まだいける?10マナ。まあ普通にベーロス出したとして、ここブロックされて、これで終わりだね。はい、さあベーロス、さあフルパン。まずタラスクで格闘。でタラスクがブロックされて残りが通ると。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。ターン終了。さあムラーサの混食獣。ここで除去か。さあ労働者、平地持ってきます。間違えた。さあヤシャン、さあアタック、ターン終了。さあアタック。さあクワンドリクスの栽培者、さあ労働者、さあライブラリをガンガン圧縮していく。今6枚、あと3枚土地を置けたらタラスクで殴っていける。さあ殴っていく。ランプカード来たんで次のターンにタラスクいけるかも。運命的不在。さあ栽培者、
ターン終了。まあ一応カウンターがねある可能性あるんで、タラスクどうなるか分からんけど、まあ、とりあえずカード引こう。うん、土地土地か。まあ決めれるんだったら決めたいね、ここで。さあタラスク、お、着地したらもう勝ちでしょ。あ、魂の粉砕あるわ。魂の粉砕忘れとった。さあアタック2枚目ありますかね。誤報10と。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ランプデッキということで、まあド派手なクリーチャーをね、叩きつけていくという感じだったんですけども、ドライアド、まあこの混色獣、まあ、こいつはそんなにだったかなとは思うけど、あとクアンドリックスのサイバー社と、ヤシャン、まあ、ここら辺でねかなり簡単にここら辺の化け物がね出せて踏み潰していけるんで、まあ何のクリーチャー入れるかはまあもうちょっと調整必要かなとは思うけど、いい感じに回ってくれるんで、でっかいクリーチャー好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあそれじゃあ今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。